はい、ヤスさんからご依頼の、インナーケースですね。次が5箱目ですね。はい、あと3箱入ってますね。こうかね。はい、1日 1PB ということで、動画を、1箱ずつに分けています。これが5箱目、こっから後半ですね。前半はサインが1、シャドーボックス2、ワンショット1ですね。さあ、もうワンショットも出た、シャドーボックスも2枚出た。あとはもうヒット系でお願いします。激アツゾーンに、はい、入ってくるんじゃないですか。よいしょ。それからめっちゃ程度のいいスケッチね。またキャプテンアメリカこの間の、2回前ぐらいですかね、あのスケッチキャプテンアメリカのすごかったですよね、あれね。よいしょ。さあ、お願いします。まあもうシャドーボックス2つにプレートをね、ワンショットも出てますから、もうあとはもう、はい、勝ち誇っていきましょうね。お願いします。まあ、あわよくばのインフィニティウォーの、ワンオーバーあ、サイン来ました。はい、サインです。ここだけじゃ分かんないね。来ます。せーの、よいしょ。あー、レナ、この写真の日だっけ、前回、前々回か。この写真もう一種類あったよね。こっち引いてなければいいんですけどね。どうでしょう。まあジェレミー・レナーですから、はい、25から300ぐらいですかね。これで、サインカードが2枚ですね。エンシェント1と、ホークアイね、ジェレミー・レナーで、ワンショットと、シャドーボックスが2つ。あと101がね、バイバックはまだ出てないな。あれもランダムですけどね。あ、キャプマーの赤が来ました。7番。キャプマーか。インフィニティオーの101なかなか来ないね。はい。ということで、5箱目。サインカード2枚目来ました。あ、スケッチがまだないか。まあ、スケッチは程度のね、いいとこで、はい、出てくれればいいね。まあ、したらサインカードの方がいいもんね。はい、ということで、ジェレミー・レナーのサインカード。サインカード2枚目でした。はい、ありがとうございました。